しかったよ。アイスコースターって他にじゃん。いやでももう食えなくない？今冷静になったけど。え、1個を4人だっていけんのかな。え、今の話してる？今の話。は？だって。は？ここまでわざわざ行けないじゃん。アイスコースターって他にもないの？いやそう今調べてる。あ、オッケー。ここにしかないんだったら私は頑張る。そうやろ、うん、いやそうなんだ。単純だから今アイスモンスターはですねあるんですけどより遠いですね。そっか全部あれか今行くのが、このところだから今ここ、ここ、中に行きます。これが最低。最低。ここはまあ、行く予定はないこともないけど、ぐらい。頑張る？はい。入るか、入んないかって言ったら、そりゃ入らないよ。じゃあダメじゃん。それを、頑張るか頑張らない。理由となんかこう、あら、あちょっと見てみる、ちょっと見てみる、あら、国分は一見でしかしない、チラ見しに行こうよ、行きましょう、チラ見して、いや、行けるかもしんないっすね、言う可能性も、2分通っちゃったって、あー、ちょっと待って、でも10分ある、ちょっと巻いてるから気をつけます、チラ見しに行こう、本場のアイスモンスター、本場のとりあえず店もないでしょ。やばい、気ままだね。気ままな旅へようこそ。いいですね。いいですね。あの台湾のタワー、安室ちゃんのライブの時にはアイラブ。ね。いやもう本当伊達ちゃんと麦のマジックが炸裂ですよ。マジック。マジック。でまさか改装してるとは。私と思いは何があるのかな。明日以降に出てきますね。外人さんもいいやん。ライブメニューって書いてる。かわいい。でしょうね。お一人様に100元注文してください。あ、そうなんだ。じゃあ1個シェアできる。おしゃれおしゃれだよね。こういう書いてあるよね。お一人様最低限100元注文してください。お席の時間は1時間となっております。100元はちょっと無理だわ。食えへん。でもめっちゃおしゃんき。めっちゃ美味しそう。うわおしゃん。はい。やばい。ってことはこの2つ頼めば OK。うん、ってことだね。でかいし、持って帰れねえのか。持って帰れないね。あ、でもあるわ。テイクアウェイ。ほんとだ。ちょっと、じゃあすごいけん。めっちゃうまそう。ね、すごい美味しそう。どうする？これはずるいよ。でもどう？あ、なんで？一番のちっちゃんはあったってこと。まあでもかき氷でいっぱいあるから、まあちょっと今回はどういうことになりますか。増えないでしょ、だって。そうですね、ちょっと。じゃあ、待ち上げ。先生。だって今美味しくはいただけないよね。いやもう今結構不要ですよ。不要ぐらい。美味しく気持ちよく。そうなんだよな。そう食いたい。もうだって美味しそうやったもん、むちゃくちゃ。いちごもマンゴーも。あと20秒ですね。あ、めっちゃ急いでる、めっちゃ急いでる、めっちゃ急いでるやん、あいつ。
あれ残り2秒待ってくれへんっていうことがよく分かったね。待ってくれへんのよ、2秒は。あ、お腹がなんか痛い。ここって先にピーすんの？もうこれでいけるんですかね。これそれでいけるはず。さよなら、アイスモンスター。